はい、皆さんこんにちは。レディオボツのお時間です。本日は京都福知山の観光スポットの紹介です。福知山市は京都府北部の中丹地方に位置する市で、京都市と伏見市に次いで府下3番目に市制を施行した市でもあります。少なくとも縄文時代の初め頃から人が住んでいたと考えられており、古くから交通の要衝として栄えてきました。その昔、戦国時代織田信長の命を受けた明智光秀がこの地域を平定、福知山城築城によりこの地を福知山と改め城下町として栄えました。明智光秀はたびたび大反乱を起こしていた由良川の治水に成功し、また自治戦を免除するなどの善政を敷いたことから御陵神社に祀られ、現在でも福知山市の花も明智氏の家紋である桔梗とするなど、光秀への信望はとても厚いものとなっています。福知山市には福知山城以外にも明智光秀ゆかりの地やイベントなどが多数存在し、それ以外にも福知山市動物園や鉄道の町福知山をアピールする場所など、数多くの観光スポットがあります。福知山城。福知山城は福知山市内木1丁目周辺にある日本の平山城で、複合連結式望楼型の天守を構え、江戸時代には福知山藩の居城でもありました。1965年、昭和40年10月14日、福知山市の史跡に指定され、また2017年、平成29年には俗日本100名城に選定されています。市街地を一望する福知山盆地の中央に突き出た丘陵の先端地にあり、その地形の姿から臥龍城の別名を持っています。現在では福知山城公園として整備されており、多数の桜が城周辺に植林されていて、春には満開となり、桜の名所として有名です。また天守には登ることができ、望楼からの城下の眺めは抜群です。その昔、室町時代小笠原長清の末裔とされる福知山地方の黒人塩見頼勝がこの地に城を建てたのが福知山城の始まりと言われています。戦国時代に入り、織田信長の命を受けた明智光秀は丹波の国征討戦を開始しました。黒井城の戦いや横山城の戦いなどに勝利し、明智光秀による丹波の国平定がなりました。これを機に明智光秀は城の名を福知山城と改名し、近世城郭へと修築し、城代には藤木権兵衛と明智秀光を置きました。1582年、天正10年6月、明智光秀は本能寺の変を起こし、その後の山崎の戦いで羽柴秀吉に敗れたため、明智光秀の福知山城在城期間はわずか3年間だけだったと言われています。その後、福知山城は丹波亀山城を居城とする羽柴秀勝や関ヶ原の戦いの論功行賞により入城した有馬豊氏などが城主を務めました。1669年、寛文9年6月、土浦城の朽木玉ねぎが入城し、幕末の1869年、明治2年に至る約200年の長きに渡り、朽木氏が当地域を統治しました。明治維新の後、1871年、明治4年の廃藩置県によって廃城となり、2年後の1873年、明治6年の廃城令によって解体されました。1973年、昭和48年には東京工業大学の藤岡道夫によって
て基本設計図が書かれ、地質調査も行いましたが、オイルショックの影響で天守の復元は中断されました。その後1982年昭和57年には福知山市長が天守再建の意向を示し、1985年昭和60年に小天守と続き櫓が完成。翌1986年昭和61年には大天守が完成し、同年11月9日に竣工式を行った。11月10日に開館しました。福知山城は明智光秀が築造後、その後多少の修築は行われましたが、有馬豊氏時代に完成したものと推定されています。城の東北には斜めに由良川が流れ、西と南には外堀が巡らされていて、いわゆる総構えとなっていました。本丸と二の丸にはそれぞれ御殿がありましたが、城の中央に位置し、規模の大きい二の丸御殿が中心施設であったと考えられています。復元天守は大天守、続き櫓、小天守が連結された形で、近世初期の望楼型となっています。外観は忠実に再現されていますが、構造は鉄筋コンクリート造りとなっています。現在天守内は合同資料館となっていて、歴代城主の遺品などの展示や城に関する資料や福知山地方の歴史文化財などを紹介しています。明智光秀が築いたとされる福知山城は、その景観の美しさから日本の歴史公園100選や京都府景観資産にも登録されています。福知山市動物園。福知山市動物園は福知山市の三段池公園の中にある動物園で、近畿北部エリアにある動物園では唯一の地方動物園です。決して大きな動物園ではありませんが、動物と触れ合うことができたり、餌をあげることができたりと、動物を身近に感じることができ、とても楽しい動物園です。園内ではオーストラリア東部の開けた森林に住んでいるオオカンガルー、ワシントン条約で絶滅危惧種に指定されているシロテテナガザル、ペルーとチリの海岸や沿岸の島々に生息するフンボルトペンギン、猿の中では一番古い原猿と言われるワオキツネザルなど、その他にもたくさんの動物たちと会うことができます。中でも人気なのは専用の飼育舎ができたレッサーパンダです。ここでは餌を食べる姿や二足で立ち上がる可愛い様子などを見ることができます。少し昔イノシシの子供ウリボーとその背中に乗るニホンザルのミワちゃんがいることで知られ、テレビ番組などで取り上げられ、入場者が急増しましたが、ウリボーが成長し大人のイノシシになったため、来場者の安全を考慮し、2011年平成23年4月15日をもってウリボーがミワちゃんを乗せて走るショーは終了することとなりました。猿ヶ島。三段池公園の中、福知山市動物園の近くにあるのが猿ヶ島です。ここには小さな山があり、動物園の人気者ニホンザルがボスを中心に暮らしています。毛づくろいをする姿や餌を食べる姿など、自然に近いお猿さんを観察することができます。ちなみに福知山市動物園は入場料が必要ですが、この猿ヶ島はなんと無料で見学することができます。春はニホンザルの出産ラッシュです。この時期に足を運べば、可愛いお猿さんの赤ちゃんを見ることができるかもしれませんね。福知山駅南口公園。
福知山の観光の起点となるのが JR および京都丹後鉄道の福知山駅、その南口に位置するのが福知山駅南口公園です。福知山駅付近の線路は市の中心部を通るため市街地が南北に分断されていました。また踏切での渋滞も多発していました。この問題解消に向け1996年、平成8年から当駅を含めた高架化工事が進められ、2005年、平成17年11月26日に JR が、2009年、平成21年2月28日には北近畿丹後鉄道、現在の京都丹後鉄道が高架化されました。この高架化とともに福知山駅周辺区画整理事業で整備されたのが福知山駅南口公園です。園内には旧福知山機関区に所属した C11 型蒸気機関車と転車台が展示保存されていて、鉄道の町福知山をアピールしています。機関車をバックに記念撮影ができ、また交通の便も良く、鉄道ファンや家族連れで賑わっています。ということで、今回は京都福知山の観光スポットの紹介でした。ぜひ一度遊びに来てはいかがでしょうか。ほな、さいなら。